どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ガイア地点の騎士ガイアドレイクっていう、あの新しく、イベントの報酬で手に入る、ちょっと謎の融合モンスターね、これを使ってやっていきたいと思います。これ地点の騎士ガイアドレイク、かっこよくね、かっこいいっすよねこいつで。融合召喚条件が大地の騎士ガイアナイトっていうか、これね、これこのバニラシンクロモンスターと、この効果モンスター以下のシンクロモンスターっていうことで、ちょっと特殊ですね。あのバニラシンクロモンスター2体ガイアナイトを含むと、融合召喚できますよと。で、効果はこのカードがモンスターの効果の対象にならないし、モンスターの効果では破壊されないっていう、まあ、要はサンダードラゴンとかブラックローズドラゴンとか、あっち系のモンスターには結構強いなんですけど、魔法罠の耐性がゼロっていう、あの本当にこれマジで弱いんだよ。その魔法罠が強いからさ、リンクスって結構でこれマジ弱いんだけど、なんとか今日はこいつを活躍させていくっていう、そういうデッキになったんです。で、出し方なんですけども、なんとですね、ちょっと若干バグってまして、ガイアライトって一応代用モンスターが効くんですよ。融合代用モンスターが、あの名称指定なんで、例えばこの融合順位生物とかでいけるんですけど、これね、なんかそのガイアナイトがまあフィールドにいるとするんじゃないですか。で、墓地に順位がいる場合って多分、ね、ミラクルシンクロフュージョンっていう、あのシンクロモンスターを融合スターにする、なんか融合モンスターを出せるっていうカード、これ使ったら出せると思うんですけど、なんかね、これ俺多分バグだと思うんだよね。詳しくはツイッターかディスコードを見ていただければ分かるんですけども、あのね、ミラクルシンクロフュージョンでなんかその墓地に順位があってガイアナイトがフィールドにいる場合ってなんかね、これ出せないんだよね。なんか多分俺出せると思うんだよな。うん、で遊戯王ウィキには書いてあったし、俺も出せると思う。なんかなんかその破壊剣士融合とかの最低の変更があったんで、前レッドアイズフュージョンとか、あの辺でちょっとなんかシステムエラー起きてんじゃねえかなとちょっと思ってるんですけども、多分ねこれ出せると思うんだけど、普通はでもなんか出せないんで今日は、だからミラクルシンクロフュージョンして、こっちも出せます。あのゴエンペラ、あの前ほらエンペラデッキやったじゃないですか、あのスポーワーとかこっち系のあのチューナーモンスターを使って御用ディフェンダー並べて御用ディフェンダー2体でこう出せるんで、だからこの動きを使って、フィールドにガイアナイトと御用エンペラ、この辺をちょっと並べるっていう、まあ、こういうギミックになってます。基本的には多分ね、これっておかしいと思うんだよな。一応ね、なんかネクロフュージョンだと出せるんですよ。絶対おかしいと思うんだよな。うん、これちょっとあのコナミの お客様相談室に問い合わせておきます。ということで早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、闇遊戯選手、毎日ハードスプレー5本は使ってますマンですね。よろしくお願いします。ガイアドレイクね、あのね、あんまり出ねえ。やっぱね、ミラクルフュージョンでね、出せないって、なんか多分バグだと思うんだけども、その墓地の順位でフィールドにガイアドレイクで、なんかそのミラクルシンクロフュージョンで出せないから、なんか知んないけど、多分これ、なんかバグってんじゃないか、最低じゃないと思うんだよね。あの、融合とかでは出せるんだけど、ミラクルシンクロフュージョンだと出ないんですよ。これ多分バグってると思うんだよな。はあはあ、OK。で、先行最強盤面来た。先行最強盤面は分からせていく。先行最強盤面はマジで分からせる。ギャラクシーサイクロン発動。貴様のセットカードを破壊させていただこう。それはナビゲートだ。違った。全然違った。全然違った。スポーワを召喚。で、墓地のダークバージャーが反応し、うわっ僕も仲間だよって出てくる。そして、レベル2の。ダークバージャーにレベル1スポーアをチューニング。御用だ御用だ御用ディフェンダーシンクロ召喚。そして御用ディフェンダーの効果発動、もう一体仲間を呼ぶ効果。エクストラデッキより御用ディフェンダー B が出てくるぜ。そしてスポーアの効果発動、墓地のダークバージャーをゲームから除外し、自身をレベル3のチューナーとして特殊召喚。レベル3となったスポーアをレベル3の御用ディフェンダーにチューニング。現れよスーパー最強バニラシンクロモンスターいけー、うわーっとれー、ディスティニドローさせない。よーし、最強のバニラモンスターだぜ。
これがガイアドレイクだ。何の効果もありません。ちなみにほとんど何の効果もありません。この人は何の効果も一切ありません。2600っていうだけです。6神経路2600というだけ。ちょっとだけデーモンの召喚より強いっていう。バトルフェイズいいだろ、バトルフェイズいいだろ。まあそれは一応カエルチェンしていく。打点を2000にできる。結構強いんだなこの効果。それは知らなかったようだな。そしてバトルフェイズエンドフェイズ終了。コズミックサイクロンの効果発動。てめえのセットカードを除外させていただくぜ。よし、うわー、いけいけ。融合純陰生物地、そして融合純陰生物地の効果発動。ガイアドレイクと自身をリリースし現れよう。地点の騎士ガイアドレイクさあだぜ。ブラックマジシャンには1ミリも刺さんないモンスター。うわー、こいつマジであんま出ない。めっちゃくちゃ久しぶりに出したもん今この瞬間が。さあお相手の方、変態仮面さんですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー、めっちゃやばいこと起きた。ちょっと頼む。このままだと俺は何もできねえ、何もできねえ、何もやることがねえ。頼む、チューナーかなんか聞いてくれ。頼む、チューナー、スポーは来たら最強なんだ。スポーは怖い。俺の右手が光ってうなる。お前を倒せと輝き叫ぶ。あ、ちょっと長い、やべえ、セリフ言うのちょっと早かったセリフ言うの少し早かったんで、ちょっともう一回やり直していいですか。もう一回やり直します。まだ行く。ゴリゴリカイトロイド落ちた、やばい。カイトロイド落ちたのやばい。ちょっと、ディスコードの音うるさい。ちょっと頼む、マジで頼む、スポーは来てくれ。スポーは来たらワンチャンあるんだよな。全然スポーは来たら全然ワンチャンある、全然ワンチャンある。このくらいだな。俺の右手が光ってうなる。お前を倒せ。はいはいはい。あ、スポーは来た、スポーは来た、来た来たぞ。ですね、ま、とりあえずスポーはですね、スポーは召喚でダークバージャーの効果発動。こんにちは、僕も仲間だよ。でカイトロイドが1枚ある、1枚だけあるんだな。だからですね、ま、いったんディスコードうるさ。ちょっとディスコードの音後で切ります。ちょっと少々お待ちください。はいはい、オッケー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 。で御用ディフェンダーで特殊召喚していく2体で、スポーアの効果発動。ダークバージャーを墓地から蘇生、じゃなくて間違えた、スポーアを墓地から蘇生。そしてレベル3御用ディフェンダーに、レベル3スポーアをチューニング。現れよ第一の騎士ガイアナイト。そしてミラクルシックのフュージョン発動。俺はフィールドおよび墓地に存在する地属性シンクロモンスターをゲームから除外し、御用エンペラーを特殊召喚。御用だ御用だ、バトルフェイズ御用エンペラーで攻撃。御用エンペラーは戦闘で破壊したモンスターをあたかも自分のもののように扱うことができる。これがパクリよ。御用だ御用だって言ってて、人のものパクるのよくないんじゃないでしょうか。御用だ御用だって言いながら人のものパクるのはお前が御用なんじゃないでしょうか。どっちかっていうと御用するよりされた方がいい説。あー、 OK、 全然 OK、 ターン終了 OK、 ミネルバ OK。 あー、ガイアドレイク出ねー。さあお相手の方はバンデットキース選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。スポーは召喚、そしてダークバージャーの効果発動。ちょっと待ってね、ディスコードの音がうるせんだわ。ディスコードの音がガチうるせえ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。御用ディフェンダーで御用ディフェンダー効果、御用ディフェンダーは仲間を呼ぶ効果を持っている。そしてスポーアの効果発動。墓地のダークバージャーをゲームから除外し、自身をレベル3のチューナーとして特殊召喚。レベル3の御用ディフェンダーにレベル3スポーアをチューニング。さあこれがなんか何の効果も持たない謎のモンスター。第一の騎士ガイアライト。そしてミラクルシンクロフュージョンの効果発動。
俺は墓地およびフィールドに存在する御用ディフェンダーをこのゲームから除外し、御用エンペラーを融合召喚。ターンを終了するぜ。最強だ。これ御用じゃなくて間違えた。ガイアナイトさ、その2000なんか800くらいにしてあげてもよくない？かまいたちやばいの来た。これ2800くらいにしてあげてもいいんだよな。ちょ戻す、バウンスマンだけマジやめて。あ、ダイレクトOK。これさ、御用ガーディアン2800なんじゃん。おかしいよな。あれ強い。ちょ、大山いこ、いや、やっぱ大谷翔平マジ強い。エネミーコントローラーはやばい。あ、そんなことをしてはいけない。あ、そんなことをしない。それ俺の、それ俺のやつ、それ俺のやつ返して。